ザックジャパン初招集の久保優也選手。4万人を超す大観衆が声援を送るスタジアムに背番号25番の久保選手がベンチ入りを果たしました。試合は藤本選手、牧野選手の代表初ゴールも生まれ、アイスランドを3対1で破っています。いやでも出たかったですけど、でもさすが A 代表だなっていうのを思いました。出れなくても、間近で見れたっていうのはすごいいい収穫だと思います。やっぱ前田さんの動き出しとか見ててすごくうまいなっていうのを思ったし、ボールの受け方だったりも、ね、そういうのすごく勉強になりました。この経験を、チームに持って帰って、また一から練習して開幕に向かいたいですね、僕は。1週間後の開幕に向け、サンガは同じ J2 の岡山と練習試合を行いました。日本代表から久保が、そして韓国アンダー23の代表からチョン・ウヨンも合流し、実戦モードで臨んだサンガ。ゲーム序盤は中盤でボールを失うことが多く、危ない場面が続きます。しかし次第にペースをつかんだサンガは前半31分、この中山のスルーパスを宮吉がシュート。これは惜しくもキーパーに止められます。そして迎えた前半40分、左サイド福村のスルーパスに再び絶妙な飛び出しを見せた宮吉。そのラストパスを代表帰りの久保が逃げて入る動きでディフェンダーをかわし先制点を奪います。徐々に連携の取れてきたサンガは後半16分、中山のクロスに最後は宮吉がダイレクトボレー。続く19分にもショートパスから最後は久保が抜け出しシュートを放つなど、決定機を数多く生み出します。大木監督がラストパスとシュートの精度を課題として挙げましたが、ディフェンス陣が最後まで踏ん張り1点を守りきり、岡山に勝利しました。いいゲームしてですね、勝ちたいと思います。それから J1 には上がります。ぜひですね、力ください、応援してください、よろしくお願いします。